あと宮城県の、ヤギ座さん、今回の映画愛と呪いの物語でしたが、皆さんは恋人や大切な人がもし違う姿になってしまっても一緒にずっといたいと思えますか。軽いものだと急に重いんですけど、さっきなんだ油断させて、どうですかこれ。でもそこがやっぱこの映画のねいいとこでもありますもんね。そうなんで、だってあのリカちゃんになった状態でおこつくんが普通にリカちゃんって呼びかけてくれるんですよね。そこにおこつは全然最初から払おうと思ってないですからね、うん、なんか払うとかじゃなくて、ただ一緒にいると他の人に迷惑かけるので困っているっていう状態で、だから自分がこうなんつうので外に出ないようにしてるっていうだけのことなので、多分彼は全然そういうことはあんまり思ってないんでしょうね。そうですね。どうですか、女性陣の、ね、意見はこんな感じでしたけど、男性陣はただ姿なんでしょうね。何の姿、うん、別のね姿になって、犬とかだろうね。犬犬ならいけるかな。まあでもその大切な人だったら別にいられなくなるよりは全然、うんうん、いられなくなるのが一番辛いんじゃないですかね、うん、うん、やっぱりどんな形でも一緒にいたいって多分思うでしょうね、うん、今ねきっとねギューってしますね枕。さっきの人が桜井さん、いけっかな。まさかここでいけないなんて、あの事務所から怒られますよ。まあそこは嘘でも、嘘でもそりゃそうですよって言ってくれ。そりゃそうですよ、いけますよ、いけるに決まってるじゃないですか。ギャッて抱きしめてありますよ。なんだなんだ。嘘っぽくないですよ。